鈴木知事が被災地を視察するのは今回で5回目です。むかわ町では地震で被害を受けた町営住宅の建て替えや12月に完成予定のむかわ高校の生徒寮などの工事について説明を受け、現場の作業員をねぎらいました。この2年を迎えるにあたって直接やはり地域に入って復興状況等についても自ら確認をさせていただくと。視察に先立ち、鈴木知事と会談したむかわ町の竹中義之町長は、今年10月末に予定される災害公営住宅の入居と仮設住宅の退去期限が重なることから、引っ越しに向け余裕を持たせるため、退去期限の猶予などを求めました。